海と日本。ラムサール条約に登録されたアラオヒガタ、ここに環境学習の拠点施設が誕生しました。有明海に広がるアラオヒガタ、渡り鳥の重要な生息地でもあることから、2012年国際的に重要な湿地としてラムサール条約に登録されました。アラオヒガタ水鳥湿地センターオープンです。今年8月、この貴重な干潟を守り世界の宝となったアラオヒガタの魅力を伝えるための拠点施設がオープン。館内では干潟を再現した水槽で多様な生き物を観察できたり、干潟とともに生きる暮らしを学んだりすることができます。アラオヒガタの魅力がですね、本当に皆さんが知らないことがたくさんありますので、それをこうただ学習するだけではなくてですね、楽しんでもらったりとか、あとはすごいこう有明海ならではの生き物とかもいますので、そういったのをどんどんこう、本当に驚いてもらうとか、本当にもうフルに五感を使って体験してもらいたいなと思います。料理レシピコーナーにはユニークな仕掛けが。この美味しそうなマジャクの天ぷらを置くと詳しく出てくるんです。2階には望遠鏡もあり、干潟で羽を休めている多くの渡り鳥を観察できます。これでワークショップだったりとか、観察会だったりとか、環境教育の、核の場となっていければと思っております。アラオヒガタに誕生した水鳥湿地センター、たくさんの生き物たちと出会ってみてください。海と日本。